残った野菜を全部詰めるだけ、絶品味しみ五目きつねをご紹介します。懐かしい、よく染みててうまい。どうも、久しかっぽう重吉の総理長斉藤です。今日は残った野菜を全部詰めるだけ、絶品味しみ五目きつねをご紹介します。ご飯が止まらんので、ぜひ最後までご覧ください。やっていきましょうか。材料、まず揚げ4枚の端っこ開けます。これ正方形のちょっとタイプですね。今日は正方形で4枚使います。ここをこれで開くようにします。ちょっと切って開くようにします。野菜切ります。みじん切りですね。人参4分の1本みじん切りします。サイドメンぐらい縦にしちゃって、これぐらいにしましょう。ネギ、椎茸、ごぼうは縦でもいいですけど、はい、はい、OK、 野菜これですね。はい、ここ鶏ひき肉、今回もも、鶏ももひき肉 75g 入れます。生卵1個入れて混ぜます。だしですね、野菜メインだとね、これで入れていきます。揚げに入れていきます。ざっくり4つ、精進料理で入れるだけ。で、ここちょっとというか、出てきちゃうんで止めときます。つまようじですね。残しておくと蓋になる。この残した蓋をうまいこと使えば、ちょっと入れといて、こしょう、ここ止めちゃえばなんか袋になる。あえて切らずに1枚残して、こうすると、ちょっとこう端っこまで開くのポイント、器用なのがもっとポイント。しっこまで開いておくと入りやすいと。はい、これで全部いきました。はい、では炊いていきましょう。料理酒大さじ2とみりんが大さじ2、ちょっとアルコール飛ばしましょう。アルコール飛ばしておいて、醤油大さじ2、砂糖大さじ1、本だし小さじ2、それで水を 150cc、 はい、ここに揚げた柿の入れます。あ、なるほど。これ中弱火で煮込みます。そうですね、出しましょう。 4,5 分経ったらひっくり返します。感じです。はい、いい感じです。染みてます。染み染みになって両面染み込ませましょう。弱火で、はい、弱火でもう5分ぐらい。では開けます。ああ、ふっくら。ふっくらしてますね。で、これで完成ですね。完成しました。はい、食べてみたいと思います。いただきます。うまい。懐かしい。ごぼうの感もあるし、ミンチの柔らかいところと、いい味。はい、弁当の数ですね。うまいね。昔よく染みててうまい。しだしかっぽう重吉では全国400店舗と連携しまして、ご自宅までお食事をお届けしております。料亭のお料理屋さんの器そのままご自宅にお届けしております。晴れの日にはぜひご注文をお願いします。間違いなく届けさせていただきます。ご注文は概要欄からお願いします。